こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。この世の中のね、この、マスコミ、テレビとか新聞とか、まあ、雑誌とかいろいろありますけれども、やっぱりそういうところからね、我々は、情報を、吸収してね、ワクチンがどうとかインフルエンザがどうとかね、物価がどうとか円安がどうとかいろんな情報を得てるわけですよね。でも私もね、そんなに勉強してるわけではないんだけれども、この世の中がどういう仕組みで動いてるのかなっていうね、それはなんかとっても興味があってですね、なんかこう、まあ予感っていうのかな、そういうのが、まあ自分というのはおかしいけれども、比較的こう見通せるっていう感じはなんか昔からなんかあるような気がしております。それでやっぱりね、このいろいろと、まあ、国民がね、そういうマス媒体を通じて、ああそういうことなんだっていうふうにね、まあ思ったり判断したりしてるわけですけれども、まあ実はね、やっぱり世の中はそんな単純じゃないですよね。まあね、このまあ、ワクチンの問題、まあ、コロナですよね。これなんかもね、まあ、なかなかね、いろいろとこう何が真実かっていうのはなかなか難しいですけれども、まあ、いろんなね、こう裏付けがあったりして、多分こうじゃないかっていう一つの、まあ、考え方があるんだけど、でもね、そういうところをずっとこう掘り下げていって意見を言い始めると、必ず封じ込められちゃうからね。だから封じ込める必要はないわけですよね、その通りであれば。だからまあとにかく、そのね、その報道がね、まあどのくらい、まあ、信頼性があるのか、それからどういうところがなんかね、ちょっと疑問なのかっていう、そういうこう見抜く、まあなんかね、日本人はね、まあ意外とっていうのは、とってもね、こう従順なところがあるから、なかなかおかしいなっていうふうに思わない人が多いようですよ。だから実際にね、その今ね、この世の中がどういう力学で動いてるかっていうね、それからまあ、当然世界もそうだし、日本もそうだし、やっぱりそういうふうに実態を、まあ、見抜いてる人っていうのは本当にもう数パーセントらしいね、この、人口の中でも。だからやっぱりできるだけね、多くの方にね、やっぱりなんていうの、そのままね、鵜呑みにするところはしてもいいんだけども、これはちょっと違うんじゃないかなっていうね、そういうこう、まあ、視点ですね。やっぱり全部ね、その自分の毎日の生活にこれかぶさってくるわけだからね、ね、日常生活、それはもう本当にね、お給料がどうとか、時間外がどうとか、ね、バスの便が、ね、バスがなくなっちゃうとか、鉄道が、ね、赤字でなくなっちゃうとか、いろんなね、こう、
スーパーとかコンビニとかできて、商店街がどうとか、全部ね、根本的にね、どういう枠組みの中で世の中がそうなっちゃってるかっていうね、そこはあるわけですよね。だからやっぱり、なんでそうなったかっていうことを、まあやっぱりこう疑問に思って、それでいろんなね、こう今頃ね、このまあなんていうの、この iPhone、 これすごいからね、どんな情報でもね調べられるから、だからもう本当にね、すごい世の中だなと思いますけど、まあだから逆にね、そういうこう情報が氾濫してるから、どの情報がどうだっていう、そういうところも逆に見抜いていかなくちゃなんないんだけれども、まああれですね、こうよく物事の真実っていうんですかね、真実をやっぱりこう見ていくってことが、まあ今の世の中とっても大事なんじゃないかなっていう気がいたします。たまたまね、歴史、日本の、近現代史研究家の方で、先生ですかね、林智勝先生っているんですけど、林に智勝は千に、あとは勝は勝利の勝ですね。まあ昭和史研究家かな、それからまあ戦争の歴史のまあ研究家でございますけれども。この先生のね、ちょっと YouTube を、聞いたんですけれども、いやー、本当にもう勉強になるっていうのか、興味津々ですね。まあやっぱりね、何かのきっかけでそういう、自分のね視点をね、ただ昨日の続きは今日の続きは明日っていう、まあそれはそれで日常だから大事なんだけど、もっとねやっぱりもう一つ踏み込んでね、今どういう世の中なのかね、これからどういう世の中になっていくのかっていうことを、やっぱり自分なりにこう見極めて、展望するっていうことも大事なんじゃないかなというふうに思ったりしております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。